はい、お疲れ様です。本日はね、久しぶりに何やっていくかと言いますと、こちら。秋の適材作業、収穫編やっていきたいと思います。僕はね、もともと柿農家で、まあ今も柿農家なんですけれども、いちごやりながら柿もやっていこうかなと考えているんですけれども、今期はね、ちょっといちごやってて、全然手伝えてないんですけれども、まあ少なからずちょっと行ってきたんで、そちらの親父の説明、やっていきたいと思います。ぜひ参考に見てください。では、行ってみましょう。はい。はい、エンディングちゃう、オープニングも終わったところで、本日、適材作業、やっていきます。久しぶりにやるとね、柿山か、いい感じですね。のどかで、足かゆ。嫌なことも自然に触れることによって、のんびり仕事できます。なんですけれども、その柿の適材作業っていうのが、まあ柿の作業の重大な作業の一つなんで、それをこの花咲くまでにやっていくんですけども、そちら親父がまた話してるんでね、今年の柿の生育状況を見ながらお話していきたいと思います。で、毎年あげてるんですけども、今日はちょっと詳しくは親父が話してくれるんで、場所によってね、今年の生育状況は、生育が早いです。はい。例年に比べ。なんで、適材も、適材期間っていうのはね、短くなってるんでね、その期間、花咲く間までに摘み取っていけないといけない。そちらを逆算しながらやっていきます。で、場所によってね、枝に実がついていたり、ついていなかったり、まちまちみたいなんで、僕のパイロット、改良した畑、まあ、後で見てもらうんですけど、そちらの畑だと、結構実ついてるんでね、ほんまに必死こえてやらないといけなくなっております。じゃあ早速行きましょうか。はい。僕も、ちょっと畑行かないといけない。では、行ってみましょう。ですか。いい、こんにちは。今日は柿の適材作業。ちょうど、適期というか、生育も伸びて、適材作業の、一番いい時期になりました。春先から、まあ、順調に生育しまして、昨年より一週間ほど遅くかなと思って、まあ、それが平年並みなんですけども、思ってたんですけども、ちょっとまあ、一週間ほど前からまあ、順調に暖かい日が続いてまして、まあ、昨年並みじゃないかな、平年より7日ぐらい早いくらい、生育が早いように思います。それで、このように、これ、トネワセですけども、いつもだったらまあ、もう少し小さいんですけども、今も、ね、花の、花びらっていうか、花ね、白い部分がちょっと見えてるのもあるので、ちょっと作業は急いでしなくてはなりません。だんだん硬くなるんでね、今年はもうね、順調です。順調すぎるほど順調ですね。で、まあ、いつものように、剪定はまあ適度に剪定してあるので、この枝ね、これ1、2、3、4、5、6、10個ぐらいありますけども、それでは適材、ここから本題で、説明したいと思います。まあ、我が家ではこの枝に一つでいきます。まあこれで一つずつつけたら、まあ5つぐらいこれなってんのを一つ、だいたい真ん中あたりね、の大きな花を置くんですけども、まあとりあえずやってみますね。こうやったら1、2、3、4、5、6個なってまして、ちょうど真ん中やから、まあ2番目か3番目。この枝の真ん中あたりなんで、まあ今やったら2番目ね。2番目、これを置こうと思って決めて、あとはパチパチパチと根元まで忘れずに落とすと。で、これがヘタの部分になるんですけど、これ4つあるんで、まあ、たまに3つのもあるんだね。それは三角形になるんで、特に注意して、このように一枝に1つずつ置いていきます。まあ、上から2番目ぐらいですかね。がさ、まあ、真ん中あたりね。これ、まあ2番目ね。まあ、方向はまあ、横か下向きの方がいいんですけども、また、自然に方向変わったりするので、まあ、あまり意識はしてません。でもこんな感じですね。一枝に1個にして、これ出来上がりですけど、また夏場鉄火作業等もするので、まあ、剪定した時はこの枝なんで、これが結果母子って言いまして、で、ここに実がなるこの枝が結果子。で、一枝に1つで置いていきます。あとは、この遅れ花かね。ちっちゃいですね。これ特に落とすのを忘れないようにしてもらって、2番目ぐらいの
実っていうかつぼみを置いて、あとは取り残しのないように取っていくと。あと三角形はないかね。まあまた探してみてあったら言いますけども、まあそんな感じでやっていくんですけども、今年はあの実のない、つぼみのない枝が少ないです。まあ豊作傾向ですね。なんでですか？まあね、まあ花芽文化が順調だったんかでしょうかね。まああの木自体も毎年適来撤下作業をしてあまり負担もかけていないので、まあ毎年最近はなってますけども、今年は特に花多いような気がします。あとそれぐらいですかね。あとまあ遅れ花と三角形変形があったら、適来作業のまあポイントね、3つぐらいは言いますね。とりあえず1つの枝にの真ん中あたりの1つ、つぼみを置く。で先端の遅れ花ねは必ず落とす。であとこのヘタ、今4枚ヘタの部分になるんですけども、これが4枚4つのを見て、3つとか5つとかあるのは、変形花になるので、先にそれは置かない。以上です。まだ何かご質問があったら。いつまで終わらないといけないでしょうか？花咲くのはいつ頃でしょうか？ああ、花咲くのね、まあまあ5月の中旬ぐらいですかね。まああの花咲くまでにはあのこの作業を、終わらせていかな、だんだん硬くなっていくんでね。まああの今4月下旬ですけども、もうこれから一生懸命頑張って、まあ、5月中旬までに終わるように頑張りましょう。はい、お疲れ様でございました。ポイントはこんな感じで、はい。ポイントと言いましてもね、適来はやることはもう単なるシンプルなことなんで、ただ黙々と梅雨というか、まあ6月5月いっぱいでまでに終わらせるってことがとっくに重要になってくるんで、皆さんちょっと枝多いなーって思ったとこはもう思い切って枝も切って、効率よく回りましょう。はい。適来ばっかしてるとね、どうしよう、手が黒くなっちゃって前に全然進んでいかないんでね。はい、ある程度。またどうせあの春先、あ、じゃあ夏場の撤下作業もあるんで、そちらも気にしながら、はい、枝も切って、つぼみをまぶいてやっていきますんで、全国の柿農家の方、また家で柿作られてる方は、柿剪定、前の剪定っていうのかな。それを終わらして、適来作業、一緒にやっていきましょう。お疲れ様でございました。次回はね、またイチゴ戻ってきますんで、はい、お楽しみ見てください。ではまた次回もお楽しみに。さよなら。